第3部風と星の情景でした。この空を、風吹き抜ける森をいつまでも守っていきたいものですね。さて、私も長くこの花火の祭典のお仕事をさせていただいているんですが、このスーパームーンと花火がコラボレーションするというのは初めて見ました。とても神秘的ですね。そしてなんかこうワクワクする、新しい年が始まったパワーをやはりもらえたような気がします。皆様いかがですか？今日は本当にね、また新しいコラボレーションを皆さんと一緒に見ることができて本当に幸せです。今日は皆さん、お友達、ご家族、どんな方々と来ていただいているのか、ちょっと私も分かりませんけれども、きっとね、今年1年の始まりのいい思い出の一つ作っていただけてるんじゃないかなと思います。さて、皆様と楽しんでまいりましたツインリンクもてぎ花火と音の祭典ニューイヤーフェス、音と綺麗がいっぱいも、この第4部をもちましていよいよフィナーレとなります。素晴らしい映画音楽に乗せて花火を打ち上げてまいりましたが、皆さんいかがでしたでしょう？あの頃を思い出したり、これからに思いを馳せたりして胸が熱くなったんじゃないですか？これから迎える第4部フィナーレは、今まで以上に、そしてこれまで以上に胸がドキドキするような、そんな花火をお届けします。それでは光と音が紡ぐこの物語を皆様の新年のスタートに捧げます。フィナーレ2018船出。
いかがでしたでしょうか。今日この場にお越しいただいた全ての皆様に素敵な思い出をお持ち帰りいただければ幸いです。そして2018年が皆様にとりましてかけがえのない1年になることを僭越ながらここに願わせていただきます。これをもちましてツインリンクもてぎ花火と音の祭典ニューイヤーフェス音と綺麗がいっぱいを閉幕とさせていただきます。本日見事な花火の数々を披露してくれました群馬県菊屋小幡花火店の皆さんにどうぞ盛大な拍手をお願いいたします。